様でした。お疲れ様でした。今日得点決められました。おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合を振り返ってお願いします。はい。まあ、まず得点のシーンは、コーナーキック蹴った、慎也さんから、狙い通りのボールが来て、ドンピシャでゴールを決めることができました。来週の試合に向けての意気込みをお願いします。はい、来週は、去年一度も勝ってない宇都宮が相手なので、まあ、2試合無失点でこなしているので、まあ、来週もその守備から入って、攻撃も今日いい形ができたので、その形から1点でも多く取れるように来週の練習頑張りたいと思います。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。今日お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の試合を振り返ってお願いします。そうですね、最初前半うまくいかない流れの中で1点取れたのが大きいと思います。で、まあ、後半、まあ、結構取れるシーンがあったんですが取り切れなかったことがちょっと悔しいかな。次の試合に向けていいコンディションに入れるように頑張っていきたいと思います。では次回の試合に向けて意気込みをお願いします。とりあえず練習を続けられるように頑張っていきたいと思います。応援の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日お疲れ様でした。今日の試合を振り返ってお願いします。前半はあんま動けなかったですけど、まあ、後半ボールを触る機会が増えて、まあ、自分のリズムを作れるようになったんで、まあ、後半いい形ができたんで良かったと思います。来週の試合に向けて意気込みをお願いします。来週はこの後半を、まあ、立ち上がりの10分でできるようにしたいです。今日お疲れ様でした。じゃあ最後にお父さんに。いや無理です、それは無理です、それは無理です、それは無理です、一言。